コロンブスデー。コロンバスデー。英語、コロンバスデーあるいは、コロンブスの日は、アメリカ州の多くの国々における、祝祭日。1492年10月12日に、クリストファー・コロンブスによる、アメリカ大陸への発見及び到着を祝う。アメリカ合衆国では、コロンバスデー。ラテンアメリカでは、ディオ・デ・エル・エ・ラザと呼ばれ、宗教的な祭りとして、ピラールの聖母を祝うスペインでは、 ディオ・デ・ルエーヒスパニラド、フィスタ・ナス・ヨナルと呼ばれている。また、ベリーズやウルグアイでは、ディオ・デ・ラス・アメリカス。バハマでは、ディスカバリー・デー。アルゼンチンでは、ディオ・デル・ラ・サペト・エ,ールエー・ルーデ・バーセダド・カルチュラル。イタリア及び世界中のリトル・イタリーでは、ジョルナータ・ナツヨナル・ダイ・クリスト・ホロ・コロンボ。または、フェスタ・ナツヨナル・ディ・アイ・クリスト・ホロ・コロンボと呼ばれている。 18世紀終盤から非公式に祝われており、20世紀初頭から様々な国々で正式に祝われるように言った。植民時代から一般市民がコロンバスの公海を祝っていたが、1906年にコロラド州で初めて就公式祝日、1937年に連邦政府公式祝日となった。1792年、ニューヨーク及び国内の複数の都市で、 コロンバスが新世界に到着してから300周年を記念して祝った。アメリカ合衆国大統領ベンジャミン・ハリソンは、アメリカ国民に対し400周年祝典を宣言した。1892年の400周年の間、教師、司教、詩人、政治家はこのコロンバスデーの儀式を用い、人種の違い、国への忠誠の重要性、社会の進歩をテーマに愛国心を教えた。 コロンバスの出身国はイタリアであり、多くのイタリア系アメリカ人が出身国の祝い事として捉えており、1866年10月12日にニューヨークで初めて祝われた。コロラド州デンバーのイタリア系一世、アンジェロ・ノッチェの訴えにより、アメリカの公式祝日に制定された。1905年、コロラド州知事、ジェシー・カイ・マクドナルドの宣言により、州全体で祝われ、 1907年、就公式祝日となった。1934年4月、ナイツ・オブ・コロンバス及び、ニューヨークのイタリア人リーダーであるジェネロソ・ポープの訴えの結果、議会とフランクリン・ルーズベルト大統領は10月12日を、連邦政府公式祝日コロンバスデート宣言した。1970年より月曜休日、統一法によって10月の第2月曜日となっており、 日本でいうハッピーマンデー制度の体育の日と同じ、1959年に第2月曜に変更した北隣のカナダの感謝祭と偶然同じ日となった。現在はコロンバスデーの日はアメリカ合衆国で多くの銀行、債券市場、アメリカ合衆国郵政校舎などの公共施設が定休日となり、企業や学校も休みとなる場合がある。 証券取引所や企業は開業していることもあり、市町村によって休日でないところもある。1775年10月13日に創立したアメリカ海軍は、アメリカ海兵隊と共に創立記念日と同時期に祝い、72時間、または96時間の自由時間となることがある。アメリカ国内でも大規模なパレードを行う箇所もあれば、全く何もしない箇所もある。 コロンバスデーを祝う多くの州において、一般企業は通常営業でも、州政府の業務は休日となる。1868年、サンフランシスコにおいて、ニコラ・ラルコが創立した、イタリア系アメリカ人コミュニティのコロンバスデーパレードが、現在も継続する、全米最古のコロンバスデーの祝典とされ、またニューヨークでの祝典が、最大のものとされている。 アメリカ合衆国本土と同様、領土のプエルトリコでも公式休日となっている。アメリカ領、バージン諸島では、コロンバスデーと共にプエルトリコとの友好をも祝う。バージニア州は、コロンバスデーと共に、アメリカ独立戦争を終結させた、ヨークタウンの戦いでの勝利も祝う。ハーイ州、アラスカ州、オレゴン州、サウスダコタ州では、コロンバスデーを認めていない。ただし、 ハワイ州では同日ポリネシア人がハワイを発見したとして10月第2月曜をディスクバーヤーズデーとして祝っているが、コロンバスによる新世界発見と関連して解明の議論が続いている。州政府はコロンバスデーも発見者たちの日もどちらも州公式休日とは認めおらず、州、市、連邦政府の事務所や学校は休日ではなく通常通りとなる。 サウスダコタ州ではコロンバスデーという名称は使用せずネイティブアメリカンの日として州公式休日になっているオレゴン州ではコロンバスデーを休日とも記念日とも認めておらず学校や公共施設は通常通りであるアイオワ州とネバダ州ではコロンバスデーを州公式休日としていないがその年によって変動するカリフォルニア州やテキサス州などは コロンバスデーを記念日及び、州公式休日として認めてはいるが、州政府は、有給ではなくなった。1992年、カリフォルニア州バークレーは、コロンバスデーを、インディジェナスピープル、エスデート置き換え、以降カリフォルニア州のセバストボル、サンタクルーズのほか、ウィスコンシン州沿軍、ミネソタ州ミネアポリスセントポール都市圏、ワシントン州シアトル、モンタナ州ミズラ、 マサチューセッツ州、ケンブリッジなどが追随し、オクラホマ州の複数の部族政府は、ネイティブ、アメリカンデー、または、それぞれの部族の名を冠した人制定した。コロンブスを送り出したスペインのほか、この出来事をきっかけとして、スペインの植民地支配を受けた中南米諸国でも、この日あるいは、直近の月曜日などが祝日となっている。 コロンバスがアメリカ大陸に到着した日はラテンアメリカの多くの国でも祝われている。コロンバスをきっかけにして植民地支配を受けることになった中南米でも10月12日あるいは直近の月曜日を祝日としている国が少なくない。アメリカのラテンアメリカ人コミュニティの一部を含み多くのスペイン語圏では通常スペインと同じダイアド LA ラザという名称を使い ヨーロッパ人とアメリカ州の先住民族の最初の出会いを祝う。スペイン語圏としての一体性を強調しているが、国によっては別の名称で呼ばれることもある。1917年、アルゼンチンで初めて祝われ、1921年にベネズエラとコロンビア、1922年にチリ、1928年にメキシコで祝われるようになった。 スペインでもこの名称で祝われていたが、1957年からディオデエル・エイ・ヒスパニラドとなった。2002年、ベネズエラでは祝日であり続けているものの、ディオデエル・エイ・レシステンシア・インディヒナという名称に変更されている。当初アメリカに影響を与えたスペインを祝す日、スペイン及びラテン・アメリカで互いにい合う。 証とされていたが、ラテンアメリカ中の先住民活動家に知られるようになり、コロンバスに反対し、アメリカにヨーロッパ人が到着したことを嫌って抵抗し、先住民と文化を祝うべきだとしている。特に1960年代、アメリカでは民族の日にラテンの活動家たちが集まった。それ以降民族の日はヒスパニックの活動家たちの定期的な抗議活動の 場となった。1996年のコロンバスデーの日、ワシントンにいてヒスパニックによる最初のデモが行われた。ヒスパニック系最大の社会的構成組織、ナショナルカウンシルオブ・エルエ・ラザとしてその名が残っている。中南米全体の傾向として、スペインによる侵略と殺戮、略奪が始まった日として、特に先住民系の人たちによる抗議デモも開催される。 クリストファー・コロンバスから名が付けられた世界で唯一の国であるコロンビアでは、エルディオ・デ・エル・エ・ラザ・ワイ・デ・エル・エ・ヒスパニダドとして祝い、二つの世界の出会いを祝う機会となっており、人種の違いが文化をもたらした恩恵を反映している。1921年から2002年、他の多くのラテン・アメリカの国々同様民族の日が祝われていた。1921年、 フアン・ビセンテ・ゴメス大統領のもと、初めて公式に祝われた。2002年、ウゴ・チャベス大統領のもと、先住民抵抗の日に改名され、ヨーロッパ人に対する先住民の抵抗を記念した。2004年10月12日、政府支持の活動家の群衆により、カラカスにあるクリストフー・コロンバスの像が倒され、台座中に落書きされた。 ジャベス支持者のウェブサイトアパリアには、バグダードにあるサッターム・フセインの像と同じように、2004年10月12日、カラカスで暴君コロンバスの像が倒されたと記された。フセインの像が倒された、翌年のことであった。1994年、ディオデール・エ・ラザーから、コスタリカ及びラテン・アメリカの文化を構成する、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジアの文化の融合を認める、 ダイアドラスクルディースに改名した。カリブ海地域のいくつかの国々にもコロンバスデーと関連する祝日がある。ベリーズでは10月12日はデイオブザ・アメリカスまたはパン・アメリカンデーとして割れている。バハマでは発見の日として公式に知られていたが2001年ナショナルヒーローズデーと改名された。クリストファー・コロンバスはイタリア人探検家で ジェノバ共和国市民であった。18世紀からアメリカ大陸の多くのイタリア系コミュニティが故郷を祝す目的で新世界の発見を祝っている。2004年からイタリアではコロンバスデーが公式祝日となった。公式名はジョルナータナチオナール DI クリストフォロコロンボである。レイガ名ナバレイイタリアナはレガタ DI コロンボを創立し、 コロンバスの業績を祝している。イタリアでは、オーシャンライナーなど、民間や軍の船の多くにコロンバスの名が付けられている。スペインにとっては、中南米への植民地建設への第一歩を記した記念の日として、また広大なスペイン語圏の日として、毎年10月12日が民族の日、ディオデエル・エー、ラザ、ディアデラ・ラサという名称の祝日となっており、 この日には記念パレードなどが開催される。ただ、国威発揚のためのイベントであるとして、かつての植民地支配や国粋主義を嫌う人たちから批判を受けることも少なくなく、そのようなスペインの軍国主義を批判する日という意味合いも持つ。1987年からスペインはフィスタナシヨナル、またはナショナルデーとして、コロンバスのアメリカ大陸到着記念を祝している。 1957年にディオ・デ・エル・エ h ヒスパニ n ドに改名される前、世界中のヒスパニックコミュニティとのつながりを強調していた。1981年ディオ・デ・エル・エ h ヒスパニ n ドは国公式祝日となった。しかし1987年フィスタ・ナス・ヨナルに改名され、12月6日の憲法記念日と並び10月12日は2つしかない国の祝日の1つとなった。 20世紀、政権が変わると、ナショナルデーは何度も変動した。君主制の地位とスペインの歴史を強調したい。保守派とスペインの民主社会の成長を記念したい。共和主義者との間での情報の一つとし世界的な、コロンバスの祝日がこの日に公式に制定された。2000年から10月12日は、コロンバスデーとしてだけでなくスペインの軍隊記念日として、 毎年マドリードで軍のパレードが行われている。しかし、スペインではこれ以外には大規模な愛国的パレードや、君主制のイベントもなく、それほど広く熱心には祝われておらず、ピラールの聖母の祝日の陰に隠れている。ブラジルではこの日は、コロンブスの日とはされていないが、偶然にもアパレシーダの聖母の休日となっている。なお、 ペドロ・アルバレス・カブラルがブラジルに到着した4月22日は、同国の祝日はなっていない。アメリカ・インディアン運動、AIM などによって、毎年この日になると、全米各地で抗議行進やデモが行われていて、この際多数のネイティブアメリカンが逮捕されている。また、この休日の名称そのものの変更を要求する、ネイティブアメリカン団体、コロンバスで変更同盟。 ザ・トランスフォーム、コロンバスデー・アライアンスも運動を強めている。1990年夏、全世界から350の先住民の代表者がエクアドルのキートに集い、コロンバスデー500周年祝いを阻止するため、第1回アメリカ先住民国際会議を開いた。翌年の夏、カリフォルニア州デービスに100種族以上のアメリカ先住民が前年度エクアドル会議の ファローアップ会議として集合。彼らは500周年にあたる1992年10月12日を国際先住民結束の日と宣言した。全米一巨大規模のキリスト教系団体、ナショナルカウンシルオブ・チャーチズは、キリスト教信徒にコロンバスで500周年を祝うのをやめるように呼びかけた。その理由として、ある人々が手にした新しい自由、希望、機会は、 他の人々にとっては、弾圧、差別、殺戮を意味した。と語った。それ以降、カリフォルニア州、ネバダ州、テキサス州、フロリダ州などでは、コロンバスで祝日を反対するデモが各地で行わ、州の祝日として祝うのは自粛された。ハーイ州は、アメリカの第50番目の州に制定された1959年、当初から、 コロンバスデーを祭日として祝っていなかった。2007年10月7日、AIM スポークスマンである数族のラッセル・ミーンズは、コロラド州デンバーのコロンバスデーにデンバー市長前で以下のようにスピーチを行っている。2007年10月13日のコロンバスデーでは、コロンバスパレード発祥の地コロラド州では、パレード100周年にあたり、 コロンバスデー変更同盟や地下の団体などと連携した AM が恒例の大規模抗議デモを結構、コロンバスデー、コロンバスデーをクコロンバスデーと名付けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。